いますか。だからお酒控えなって。今の相場と馬場か、何だったんだ。さあ、暑すぎてもうどうでもいいっす。だな。てか樺倉さん、もういいでしょ。サウナ我慢大会なんてゲームでも何でもないじゃないっすか。お前普段運動なんかしねえだろ。たまには汗流しとけって。俺上がります。お、じゃあ俺の勝ちだな。は、意外と負けず嫌いだよなこいつ。なあ、お前今回の旅行が学生以来なんだって。どうだ、楽しんでるか。そうっすね。いろんなところを歩いたり見たりして忙しかったなって印象っす。まあ今回は団体旅行だからな。また改めて百瀬と二人で来たらいいじゃないか。俺のことより樺倉さんこそどうなんすか。あ、俺今日は何回小柳さんと会話しました。はあ、そりゃ仕方ねえだろ、いろいろ忙しかったんだから。なんだよその目は。おい、やめだやめ、俺上がるぞ。あ、じゃあ俺の勝ちっすね。ああ